チャオ、あっちゃんです。2017年第2回あっちゃんに質問コーナー、第4弾やねんけどもね、この前ね第3弾撮ってて、途中でね子供帰ってきたから、ちょうど子供帰ってくるタイミングでね、みきちゃんの医療ミス系の質問が来てたんで、ちょっとさすがにあの段階で答えられへんかったんで、そっから今日答えていきたいと思います。では、タイマー30分。30分にセットします。はい、行きましょう。ポップポップさんの前回の質問動画で、医療ミスがあったって言ってたけど本当なの？それをとも妄想。医療ミスが原因で奥さんが亡くなってしまったら大変なことだよね。もし、本当なんだとしたら、医療ミスだと分かったら分かりやすく簡素に。これね、この前も途中まで言ったけど、簡素に答えることできへんけども、できるだけ簡素に答えていきたいと思います。それと、もうあっちゃんの中では終わったこと。だから、本当は答えたくない。で、話したくない。ね、内容やねん。うん、また涙でするかもわからへんし、できるだけ頑張って答えていきたいと思います。うん、ね、で、あ、そうそう、一つだけこれもお願いと忠告です。この質問はあっちゃんの中で終わったことで、ほんまに答えたくないことやし、やからもう今後一切この質問はしないでください。うん、でもし、この動画を見てなかったした人がいたら、その時はこの動画に振る。で、この動画見てて面白半分で、まあ、ポップポップさんも面白半分で質問する人って分かってるけども、あっちゃんは答えます。うん。もうね、なぜなに坊ややねんか、ね、なぜなに坊やかよっていうぐらい質問ガンガン入れてくる人やし、まあまあ、それ聞いて何なんねんっていう質問の分かった上で、あっちゃんは真実を答えたいと思います。はい。ね、なぜなに坊やさん、はい、答えておきましょう。ね、まあ、冗談さておき、ほんま真剣に答えます。うん。実はね、みきちゃんの病気って、世界じゃ日本に、何百万人に一人っていうぐらい珍しい病気で、日本に一人しか見てくれる先生がいてないんでね、見てくれるっていうか、お腹を切れる、その腫瘍を削除できる先生。で、その先生と、どこやったかな、ドイツとイギリスなんか、どっかのお医者さん3人で、それを切り取れるメスっていうのがね、普通のメスでは切れへんねん。腸とか、ね、いろんな臓器にね、アメーバみたいな、盲腸と、卵巣とかから原発、女性大体卵巣原発、男性は盲腸原発やねんけども、のアメーバみたいな腫瘍が、ボンと出んねんね。それがお腹の中に散らばっちゃうね。散らばっちゃったら、それをレーザーメスで書き取んねんけど、普通のレーザーメスで書き取ったら、腸とかを傷つけて、穴開けたりすんねんね。なんかウインナーに針刺したらパンって跳ねるでしょ。そんな感じになっちゃうから、先っちょ丸いねん。こんなレーザーメスがね、何やろ、待ち針の頭みたいなレーザーメスがあって、それでこうね、腸壁についた腫瘍をこうこそげ取っていくね。 できるだけこそげ取って、でどうしてももうこそげ取られへん腸とかは取ってしまう。みきちゃんはだから大腸がない、小腸を大腸全部取りました。大腸と体毛、腹膜と体毛、ね、腸とお腹の皮の間にね、腹膜と体毛って。それを、腹膜は日本の医療では取ったらダメっていうね、もんやって言われてんだけど、その先生は、腹膜っていうのは腫瘍が散らばった時に他にひっつかへんようにする、キャッチャーみたいな網やと。だからそんなもん取ってしもたかって生きていく上で支障ない。腫瘍が増えていって死ぬねやったら、そんな腹膜取ってまえっていう、ね、そういう医療で取る手術やねんけど、そういう先生やねん。それを取ってしもうて、全部、腫瘍も取ってくれて、人工肛門にして、のがひどい人やったら人工肛門と人工膀胱になっちゃう人、ダブルストマになる人もいてるし、うん、でそうかと思ったら大腸も取らずに、人工肛門にせずにも取れるっていう軽い症状の人もいてる。それは人それぞれやねんけどね、そういう病気なんね。で、そこの病院しか見てくれへん。そこの病院中、まあ、その先生、他の病院ともこう行き来してるから、その2つの病院、今のところ2つかな、でしか見てくれへん病気。で、その先生、1人しかいてないね、日本に。で、世界にも10人足らずしかいてないね、それを取れる先生。だから、いろんな国との先生が交流できて、後継者を育てていかんとね、まだまだ分かってない病気やから。って言って、先生がいろんな医者を教えたりもして、だから先生の病院に何人か研修医来て、前もエジプトの先生とか韓国の先生とか来てて、
で、そんなんで今度韓国行って教えたりもするんで、韓国とかいろんな外国行って教えたりもするんでね。その間先生が行ってないのよ。で、行ってない間っていうのはやっぱり患者さんが増えてくるから、ベッドが満室になっていくんで、手術できへんから出ていかれへんからね。だからそんな状態やって。で、その時にちょうどみきちゃんがもうお腹パンパンに、パンパンっていうかお腹がすごく痛くなって、もうたまらんってなって救急車呼んでってなって救急車呼んで。ほんで、大阪の病院やね。で、そこまで運んでって言ったら、県またぐからとか、なんだかんだっていう理由でね、夜やったし、でちょっとこう厳しいってなって、んで、それでも、まあ、奈良県で受け入れれへんなら、大阪の病院でもええから、ちょっとって言ったら、奈良県内で一箇所だけ受け入れてくれた病院があって。で、そこのとこ、まあ、行って、で、そこのとこ行ったら、ね、やっぱ受付でこう書くでしょ。どういう病名とか言ったら、全くわからへん。受け入れさせてもらいますって言ってんけど、うん、で、1日だけでいいって、痛み止めだけしてくれたらいいっていう感じで入れてもらった。だからそこも入れてくれてんけど、ほんで、いつも行ってる病院に転院の手続き、まあ、なんとかそういう医者のつながりでつながってんねんね。だから病院のつながりでやっぱつながりあるから言ってくれ、県またぐからどうとかとか、うちの病院で何日以上入院してくれとか、なんだかんだって理由つけられて、うん、まあ、そうやって、向こうの病院も先生おらへんだから、病院の病室のベッドが足らんとか、今無理とかなって。で、そのね、担当の先生がいたら、病院のベッドみたいな開けてでも、他の川のどっかの隙間にでも入れてくれて、でも入院させてくれる先生な。すっごいいい先生やね。病院の近くに住んでて、ちょっとしんどいとこ行ったら、もうすぐ先生電話出て、自転車ででも飛んできてくれんねん。そんないい先生ねんけども、偶然が重なって、韓国行ってた病室が満室やったとか重なって、違う病院入院者なことになって。まあ、そこの先生は、ね、見て、あ、これは違うね、お腹痛いのは、この病院じゃ、この病気じゃなく、風邪やとか言って、風邪薬出して。でも、こっちもわからへんし、みきちゃんもわからへんし、ね、先生風邪やって言うし、まあ、とりあえず痛み止めと風邪を入れて、風邪薬入れて、その風邪薬を入れたの後から聞いて、さっき痛み止めだけ入れといてくれって、痛みだけ収まった次の日にでも向こうに払いするからってなってたのに、うん、いや、まだ退院できないとか、なんか引っ張られながら風邪薬を入れたらしい。ほんで、あとね、後日談っていうかね、あと報告で風邪薬を入れたんです。この薬を、処方しましたってもらったところに、腸壁粘膜が緩くなって、粘膜が裂ける可能性があるって副作用書いてあってん。で、先生これって言ったら、まあ風邪薬よ、これはまあ危険防止のために書いてあるだけやどうのこうのって言ったその日の晩に、みきちゃんから電話かかってきてん。あっちゃん、あずしさん、お腹が爆発したって、はぁってなって夜中3時に、ちょっと待てよって、ね、今からちょっと行くって病院行ったんね。ほんなら、お腹、まあみきちゃんのお腹って、この、おっぱいの下から、ね、おっぱいのちょっと谷間の下から、ピューって下来て、おへそをくるっとこう回避して、キューって下の恥骨ぐらいまで切ってて、パカー開いて、中から臓器全部出して、やったる手術したのね。で、その、切ったあるところにつけられへんか、切ったあるところに人工肛門の穴があるのよ。腸が出てんのよ。で、そこのところから腫瘍がちょっと出てきとったんよ。もう中からね。その腫瘍のところから、パーンってお腹が裂けて、お腹から排液が出てんのよ。で、お腹、人間のお腹って不思議なもんで、パーンって開いても、臓器とかは出てきゃあへんねんね。うん、排液が溢れてて、ガーゼ貼ってしてあるだけなの。ね、いや、これ、いや、うちではもう手に負えへんとか。じゃあ、すぐにでもこう、店員の手続きしてくれた。店員の手続きするのに2日か3日かかるってから、2日3日かかってて、いや、そんなあかん言って、もうあっちゃんがもうね、いつもかかってる病院とやり取りして、向こうへ転院させてもらう、手続きして転院させてもらった。ですぐ先生ちょうどその日に、その次の日に帰ってくるんだけど、じゃあ前日前倒しで帰るって帰ってきてくれて、こんなことしたらあかん言ってすぐに手術してくれて、その時一緒に腫瘍を取ってくれて、うんね、うん、それで、まあ命はなんとかそこで助かってんけども、それ以来食べられない。で、それまではちょっとずつ食べてて、口から。で、口から食べてて、なんとかしてんけど、もうそれ以来はずっと点滴、24時間点滴になって、歩けんくなった。だからお姫様抱っこで毎日、ベッドルームからここへ連れてきて、で、また、ね、体拭いてあげたり、ね、そう、ストマの交換とかしてあげたりして、で、また お姫様抱っこでベッドルーム行ってた。昔はこの、向こうの部屋で住んでたから、寝てたからね。で、そんな感じやった。で、それで年越して、ね、数ヶ月、2ヶ月ぐらいか、
3ヶ月か、3月前の春先、桜が咲く頃やってね、その時桜見に行こうかって言って、たまには外に出ようかって、車椅子にここからね下まで抱っこして降りていって、車椅子乗せて桜見せて、ちょうど新しい工場買った時やったから、そこの敷地から桜見せて、でそこの敷地の中で両も光るのね、ポケバイク乗って走ったりとか見て喜んでて、でその日急に、その日の夜お腹痛いって言って病院またね救急車で運ばれて、でそれまたそれはもういつも行ってるとこ行って、うん、でこのままやっぱり痛み止めして、腫瘍はそんなに溜まってない、でも痛み止めするけど体力弱ってるなってそこの先生が言ってくれて、もうこれは24時間点滴して、様子見るしかないよねってなって、で大阪まで行き来し、やっぱ辛いから近所の病院、点滴だけだったら近所の病院でできるからって近所の病院で、点滴してもらってて、だんだん体力なくなって、なくなってんけどもね、だからその数ヶ月前にお腹を爆発させた病院、医療ミスやろっていうことで、でまあそこの病院のね、事務長もその関わった先生とその先生の上の人、もうやっぱり謝罪はしてくれたんで、だけどもなんじゃ別にそれもね、何とも謝罪もなかったから、ミキちゃん亡くなったから亡くなってんって報告に行ったんです、そこの病院に、でこうこうこうで原因はこれですよって言ったら、すいません私どもの、処方ミスでしたみたいな話になって、でその時ちょっとカチッときたしたことがあって、本当に私どもの医療ミスでした、申し訳ありませんでした、なんなら弁護士でも雇って賠償請求でもしてくださいって言いやがったから、ガチーン来て、金でミキちゃん命帰ってきゃへんねんって、ミキちゃん帰ってくんやったらなんぼでもするけど金見たら1円もいらんのじゃーってブチ切れて帰ってきたね、お金いくらもらってもさ、ミキちゃんにはならへんや、綺麗事じゃないけど、あっちゃんそういうの大嫌いなんよ、だから金はいらんって、ミキちゃん返してくれんのやったら、いくらかかってでも何してでも弁護士入れてでも裁判してでもするって、でもそんなもん帰ってきゃいのに金もうたかって、その金ほど無駄しいもんはないわ言って、ふざけんな言って、とりあえず謝罪しろって、でミキちゃんに手合わせって言って家持って行ってね、それで向こうはね床で土下座までして謝って、申し訳ございませんね、土下座もいらんで、とりあえず心からミキちゃんにお詫びと謝罪してくれた、それでいい言うて、それで帰ってきた、だから表立っても出さへんし、だから心の中を抑えとくっていう話で終わってんけどね、まあ、今回ちょっと言っちゃったけども、もうまあね、過ぎたことやし、病院名も出してへんし、まあ、それはそれで、あっちゃんの中で終わりたい話やったわけよ。それをあっちゃんついつい喋りやからポロリって言ってしもうたわけよ、この前ね。だから、そういうだけの話なんです。だからもう思い出したくもないし、二度と掘り出したくもないし、あっちゃんの中では終わった話でした。まあそういうことなんです。はい、もう二度と聞かないでください。で、次。タンリリリさんの質問です。はい、ちゃうです、ちゃうです。神様ドーンで自然災害や事故が起きているっていうことですが、あなたの奥さんが亡くなったのもドーン、のせいなんですか、そんなに何万人、あれ？待って、何万人に一人の確率でかかる病になってしまうなんて、どんな悪行をしてきたのでしょうか、教えてください。はい、傷口に塩を塗ってくれてありがとうございます。ね、そうです、神さんどんです。そうでも思わんとやっていかれへんしね。で、どんな悪行してきてんやろね、みきちゃん生前、前世でね。今世はすごくいい人で、いい子でした。あんなね、言っちゃ悪いけど、あっちゃんと出会うまであんな不幸な子ってほんまいけないんちゃうかってぐらい不幸な人生歩んできたミキちゃんがね、この世で何も悪いことしてないっていうぐらいね、女神みたいな子やってんけどね、やって向こうの世界行くっていうのはやっぱりこの世って修行な、この世って修行で、あの世はやっぱりすごい楽園で、だからちゃんと修行積んで苦しい目にあったら早く向こうの世界に帰れると思うね。だからね、悪行したわけじゃない、前回ですよね、悪行したけども
あれやろな、ミキちゃんに長生きしてるあっちゃんの方が多分前世で悪いことしてんやろね。だからミキちゃんと一緒に向こうへ帰られへんかったり、ミキちゃんと出会うのが遅かったりしてんやろな。なんか今世もごめん、今世でこんなね修行を積んでミキちゃん向こうの世界行ったし、あっちゃんも辛い目にあってね、まだまだ修行多分すると思う、うん、だから向こう行った時に来世はミキちゃんと幸せに暮らせるんやろなって思ってます。うん、そうとでも思わんと当てられへんからね、うん、ありがとうね、傷口に塩塗ってくれてね。はい、でまたね、あのポップポップさん、はい、被害者遺族が加害者を恨んで亡くなっ、ごめん、被害者遺族が加害者を恨んで亡くなった方は帰ってこないのだから、恨むな、恨んだって亡くなった方は喜ばないって言ってたけど、それが本気で言ってるよ。さっきの1個2個前のポップさんの質問に答えた通りです。そこでさ、病院攻めてさ、賠償金もらってさ、テレビに出してさ、マスコミ使ってさ、絶対マスコミ食いついてきたよ、あのネタは。それでマスコミ使ってさ、そこの病院潰してさ、何のメリットあんの？そこの病院だってさ、いい病院やと思って行ってる患者さんおるやん、路頭に迷うやん。そんなことしてみきちゃん喜ぶ？だからね、被害者っていうのはね、被害を受けた人が被害者よ。被害者遺族っていうのは被害受けてないやん。ほんまに被害者がそこまで望んでる？加害者をそこまで貶めようと望んでる？まあ、加害者って言い過ぎやけども、あっちゃんはそうも思わへん。ミキちゃんは今多分これね、医療ミスで戦ってね、晒してね、あの病院潰したらね、悲しむと思う。だってミキちゃんが行ってる病院じゃないよ。ないけども、その病院をここの病院しかないねんって言って、行ってるあの患者さんだっていてんねん。だからミキちゃんが行ってるとこね、世界に一人しかいてない、その先生がいて、だからその先生、一回目の手術でね、医療ミスじゃなくても、やっぱりその手術中に亡くなる人もいてんねん。ミキちゃんの病気ってすごい珍しい病気やし、すごいきつい病気やから、手術中に3人に1人亡くなるぐらいみたいな話聞いたん、最初に。それでもしますかって同意書書かされんねん。腹膜疑念液種ね。なんかそういう同意書でも、笑おうもすがる気持ちで、その3人のうちの2人に入りたいがために、OK してもらう。でも手術して、その手術中に亡くなる人もいてんねん。ほな、亡くなったからって私は病院に殺されたなんて言ってさ、医療ミスやって訴えてさ、病院潰れたらさ、その先生一人しかいてへんのに路頭に迷うでしょ。そんなことするほどナンセンスなもんはないってあっちゃんも。だからね、みきちゃんの病気は分からへんのにね、関わったから医療ミスになっちゃったけども、そこも病院もやっぱりなんか得意分野があるからね、そこの患者さんのことを考えるとそんなことする必要もない、ね。まあ、それ変な、例えたけどもね、もし仮に加害者ね、もし何に例えたらいいかな、まあいろんな加害者がいてました、その加害者にも家族があって、加害者の子供があって、加害者の会社があったりするでしょ、まあ、そこの子供が路頭に迷っちゃうじゃん。だから自分とこが被害者意識になってるから加害者をどないかしてやろうって思うけど、そこの加害者を恨んだところでね、加害者の子供は関係ない話、加害者の家族は関係ない話、その家族が路頭に迷っちゃう。そんなん知るかって、加害者の家族が悪いんじゃって言ったら、ね、被害者やからそこまでやっていいのかって思うでしょ。だからあっちゃんはそこは恨まない。それを恨むことによってね、本当に被害に遭って亡くなってこの世を去った人がね、喜ぶかったらあっちゃんは喜ばへんと思うね。それが綺麗事って、今までどこどこぬくぬくと生きてきたんでしょうねって言うけど、あっちゃん逆に同じ言葉返す。そこまで考えたことありますかって、あなたはぬくぬく生きてきたんですかって、そうじゃあなたはどれだけどんだけ苦労したんですかって思っちゃう。逆にこういうね、浅はかな考えって思ってしまう、うん。で、あなたの言葉を借りるなら、泣いたって亡くなった方は帰ってこないだから、泣いたって亡くなった方は喜ばない。あのね、涙を流すことはいいことで、亡くなった人がね、一番望んでることは心の中から消し去らないこと、いつもその人のことを考えていること。その人のことを考えると、思い出、
今まであった嬉しかったこと楽しかったことで涙が出てくるね。これがね大嫌いな、もしね夫婦でもう いつか後ろから刺し殺したろかと思うね相方、奥さんなり旦那さんがいたとして、その人がもしね大病を患ったり何かの被害に遭って亡くなった、ざまあって思うだけで涙なんか出えへんはず。幸せでどれだけ関わった時間が長いだけ涙が止まらへんのよ。だから本当に心からつながってね、幸せやった人ほどね、別れた後の傷って言えへんもんなんよ。これは経験した人しかわからない、浅はかな人にはわからない話です。はい、では次、またポップポップさん。はい、なでなに坊やちゃんの質問だけで今日は終わりそうやけども、魂レベルを上げるという陰徳というのはこっそりいいことをすることだから。そうそうそうです。うん、いい人に見られたいっていう理由で、良い行いをしてもダメって言ってたけど、理由がどうあれやらないよりやった方が良くない、良くないことはないんだけど、単なる偽善、それが悪いとはあっちゃん言わへん。あなただって聞かれてもないのについ募金をしたってどうやってたじゃんって、あれ聞かれたから言ったんよ。聞かれへんこと言わへん。うん、で、陰徳と、なんだ、陽徳っていうんだけど、陰徳っていうのは、影で誰にも見られへんとこで徳を積むことで、それは蓄積されていく。陽徳っていうのは何かって言ったら、言ってみたら、企業が、いくら寄付しましたっていうね、企業イメージアップとか、要は CM、宣伝。個人にしても、誰かに、ね、見せて寄付をする行為は、俺こんな金持ってんねんっていう自慢とか、私はこんないい人、いい人なのよって、苦しい人、悲しい人、貧しい人に施してあげてんのよっていう自分に酔うための寄付、うん、っていうのが陽徳。それは何かって言ったら自己満足、うん、とかね、自分を宣伝する行為。陰徳っていうのは何のメリットもね、ない施し、うん、だからここに施しすることによって何も、得られない。だから言ってみたら、何かねお中元することによってその人からお返しが来て当たり前と思ってるのはね、陽徳っていうか、まあそういうことで、なんだ、昔あったやん、タイガーマスク足長おじさんとかさ、施設にランドセルとかなんかをこっそり寄付したとか、うん、ああいうのが陰徳、うん、だから見返りを求めないのは陰徳でも、見返り、その見返りが、名声であったりね、寄付したっていう名声を得たい寄付とかね、それを陽徳っていうのね。だから陰徳っていうのはやっぱり神様が見てる、うん、でも陽徳っていうのは周りの人間が見てる。だから見てるのをね、まあ例えばおかしいけど 100% がその見返りっていうか、その見てるとしたら 100% 神様が見てるのを陰徳で、80% 世間の人が見てる、でもあとの2割神様が見てる。だからその 100% の割合変わらへんとしたらね、したら神様は2割しか見てくれてない、だから神様には伝わらへんってあっちゃんは思ってます。はい、ということでした。またポップポさん。はい。しつこいね。一回で質問してよ、もう。はい。前から、おっさん臭プンプンによってたけど、最近はさらにおっさん臭全開だよね。女性ホルモン飲むのやめたの。性同一性障害の人におっさんっていうのは差別言葉なんで、これ本当は報告しないといけない言葉やし、あなたの言ってることはかなり失礼なことを言ってます。でね、普通ね、みきちゃんの話にしても、なんだ、人を小バカにした書き方とか、異読の話にしてもね、ちょっとね、あなた小バカにしすぎっていうかね、ちょっと世間舐めてますよね。でもあっちゃんね、質問来たら答えるって約束したら答えるけども、まずおっさんっていう言葉今後一切禁止します。もうそれね、今度そういう言葉、性同一性障害をバカにする言葉出すと、あなたは報告入れて永久バーンの扱いにします。はい、でもまあ今回ね答えときますけども、女性ホルモン飲むのね、一つやめた、なんだ、卵胞ホルモンかは危険やから、うん、その
確かにね、結構その体つきとか顔つき変わんのよ。顔つきっていうか、うん、だから体つきがすごいね、女性化してくんねんけども、そのホルモンやめた、危ないって言われて、うん、だからいつも妊娠状態になるから、うん、ね、やめたやっぱ痩せたし、でもそれのかけもあるのかもわからへんだけど、ね、いつも妊娠状態になるっていう薬があるのよ、うん、それ飲んでてんけど、うん、まあ、それ止められたからやめました。で、っていうことです。うん、で、それと顎整形したでしょ、絶対シリコン入ってる、絶対か絶対って言い切れねえねバカでしょ、ごめん、ちょっと言い過ぎたけども、うん、整形すんだったらもっとかっこいい顔にするっていうね。っていうか、あっちゃんね、整形一切してない。メス一回も入れたことないね。あ、入れた。歯。歯の、親知らずが、こう、横に生えてきた時に一回メス入れた。それ以外、体にメス入れたことないの。それ自慢。だから、塗ったことも歯のそれメスで言ったけど、塗ったことない、切ったことないのよ。それ自慢。だから、初めてメス入れるの、チンチン切るときかな。はい。もちろんおっぱいも入れてませんよ、うん、っていうかさ、顎にシリコン入れるってどんな入れんのよ。そんなやっこい顎欲しい。おもろいな。ポップポップおもろいな。嫌いじゃないよ。でも、うん、あっちゃんさ、人嫌いになったりとか、人嫌いになったりせえへんこともないけど、別に嫌いじゃないっていうか、うん、こういうのも嫌いじゃないねんけど、うん、そんかりそういう対応していくよ、これから。ね。はい。RCA7360 さん、高速ネット環境はいつ回復する予定でしょうか？まだ未定なんです。はい。連絡が来ないんです。なんか混んでる、今の時期引っ越しとかなんかいろいろで混んでるらしくてね、うん、新規の配線が入るのが、うん、で、480の画像は高解像度の CM に比較すると貧弱です。あー、せやね、 CM 入ったら貧弱に見えるもんね。 4K とまで言いませんが、1080のフル HD で、今や標準で生ぬるい画像は非常に残念とね。動画がね、1080にするとだいたい倍ぐらいの容量になるんで、今だいたいね、800メガを上げるのに、1時間から2時間かかるのね。まあ時間帯にもよって。だから、それ上げようと思ったらいつもの動画1本上げるのに、1時間半から2時間かかるやつが、3、4時間かかるようになるからね。まあ、早く、うん、回線が、つながることを祈りながら、もうちょっと頑張って動画を撮っていきます。はい。ということで、かえちゃんさん、あっちゃん、うちはクラウンのアスリートに乗ってるんだけど、アスリートいいね。はい。長く乗れるために日々やっていくことってありますか？オイル交換を半年に1回ディーラーさんが必要だと判断されれば行っています。長く乗るためにやるのはね、やっぱりね、オイル、水、ガソリン、まあこれが基本なの、うん、あとはね、長く乗るためにはね、大体ね、うん、ある程度の距離乗るとある程度大体まあね5、6年周期ぐらいに足回りのブッシュとかショック、アブソーバーとか、そのあたりをね、重点的に点検。ブッシュ意外と見えへんねんけど、切れてる場合があるからね。すると、車の動きは良くなります。落ちてこない、ね。で、ブッシュが弱ってきたり、歪んでくると、どうしてもね、こう、アーム、タイヤがついてて、アームでこう動かしてんねんね。ショックでこうで吸収させるんだけど、ボディにこれがついてんねんけど、ここのゴムやねんね、ブッシュって。そのゴムが傷んじゃうと、こう足回りがグニョ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 こう動くのよ。動くやつをボディにつけ、衝撃を抜くためにゴムになってんだけど、それが切れちゃうと、衝撃がこうゴツンゴツンしたして、ボディがね、衝撃、変な振動が入ってくるの。そういう人間が感じひんような微振動がボディ割れたり、溶接、鉄板ってこうやって合わせて溶接したんだけど、この溶接が緩んだりして、ボディ剛性が落ちたりするから、乗り心地が落ちたりするのね。だからそこはまあ、点検、5万キロ。ぐらい、2車検から3車検、5から7万キロで点検がベストかな。まあメーカーにもよってね、5万キロで切れるやつとか、
無理してる物資なんかだったら3万、万キロ。まあ、大体あっちゃんの言うのは1万キロ、1年1万キロっていう換算で言ってるからね。大体その、うん、5年から7年、5万から7万キロぐらいの間っていうのが一番、うん、その辺の点検時期なんです。で、一番大事なの結局ね、やっぱりエンジンオイルが一番大事なの。なんでかって言ったらエンジンオイルって人間でいう血液と一緒やから、うん、汚れを取って、それをフィルターでこしてっていうや繰り返しやってるからね。エンジンオイルはね、半年に1回、はい、半年に1回とか3000キロに1回、4000キロに1回って言われてんだけど、ね、ただね、その距離で帰ればいいっていうもんじゃなく、いいエンジンオイル、いいエンジンオイルっていうか高いオイルじゃないよ。よく汚れを取る、で取った汚れをオイルの中から外に出さないっていうオイルがね、いいオイルやねんけど、そのオイルを、大体、そのオイルの交換時期に合った交換時期で変えることやねんね。だから、あっちゃん扱ってるオイルで、3000キロぐらいで変えてほしいオイル、4000キロぐらいで変えてほしいオイル、5000、6000乗ってもいいオイル、8000から1万キロ乗れるオイルってあんねんね。そのオイルによって違うから、だから、いいオイル、あっちゃん今、扱ってる1リッター3000ぐらいのオイルやねんけども、それはもう8000とか1万キロぐらい、まあ車とか乗り方にもよるんだけども、まで使ってほしいね。逆にもう3000とかで捨てないでほしいね。もったいない。オイルのいいところを使うまでに捨ててるから。だから逆に最低でも5000キロ6000キロ乗ってほしいオイルもあるし、で逆に言ったらもう4000キロ超えたら一気にもうカクンって性能が落ち、性能っていうかそのね、洗浄能力が落ちちゃうオイルもあるし、そういうのもあるから、オイル次第やね、交換時期っていうのはね。でも、いいオイル、そういういいオイル、車に合ったオイルを定期的に変えるっていうのが一番長持ちさせる一つのことです。で一番大事なのはエンジンオイルなんです。で、次、クーラント液、ラジエーターの中に入ってる冷却水やねんけど、冷却水も、最近ね、トヨタは永久交換、永久交換じゃん、無交換って言われてるロングライフクーラントがあるんだけど、あっちゃんあれ信用してない。だいたいクーラントは3から5年に1回全交換してほしいんです。あれもやっぱり水回りの中のサビとか泥とかヌルヌルとか取るから、特にねヌルヌルがつくね。そのヌルヌルが冷却不足になってオーバーヒートしたりするから、クーラント液もきっちり変えてほしい。で、言っちゃ悪いけどディーラーでもね全交換してないところがあるのよ。だからほんまに全交換するところ。だからクーラント入れ替えて、一回入れ替えるとね、何リッター使う？だいたい8から10リッターぐらい入ってんねんね、車の中に冷却水って。で、そのうち、現役で使うタイプやったら10リッターぐらい。まあ8リッターから10リッターぐらい。で、だいたい半分から3分の1ぐらい、寒冷地になった半分。で、普通のところで3分の1。それを切ると、冷却とか、凍結温度が、だんだん上がってくる。それ関係ないねん。そうじゃなく、凍結温度じゃなく、錆止め効果とかが薄まるから、ね。だからあんまり薄めない方がいい。でもこういうまんま使うと、今度逆にオーバーヒートしちゃうから、だいたい半分から3分の1ぐらい使うのがいいね。ってことは3リッター以下、2リッターとか 1.5 とか入れないところは、ラジエーター抜いて、抜いたラジエーターの分だけ足してるところやから全交換されてない。だからそういう交換するところも見極めないといけない。で、ミッションのオイル。オートマチックオイルね。あれもね、大体ね、あっちゃん的にはね、2万から4万で変えてほしい。うん。で、デフオイルもギアやからね、あれも永久交換不要って言われてるけど、やっぱりね、LSD、リミテッドスリップデフ、ノンスリップデフって言われてるね。デフが入ってる車は、もう1万キロとか、ね、カーボンデフなんかで5000、3000キロ、3000キロ、5000キロとかやけど、普通のデフでもやっぱりね、2万キロぐらいで変えてほしい。どうしてもギアがカンカン上がったというか、鉄粉出てるから。そういうね、オイル周りはやっぱり定期的に変えてほしいです。はい。で、エンジンオイルだけは気をつけないと、うん、ディーラーもガソリンスタンドとかもカーショップとかも信じると痛い目に遭うから、自分の目でいいオイルを見極めて、いいオイルを入れてください。せっかく毎回ね、定期的に入れ替えてても、意味のないオイルって世の中いっぱいあるからね。うん。だからそこあんまりね、表だって言うと怒られちゃうことやねんけどもね。またそれもね、あっチャンネルはそれを平気で言うチャンネルやからね。また動画でオイルのことも話したいし、過去の動画でもいろいろ言ってると思うしね。ブログはもっとひどかったからね。うん。もう、よう書く方位から怒られたブログを書いてたんで。うん。それぐらいやっぱりね、本質まで書いちゃったからね。うん。でねんけど、オイル次第です。車は。
ていうことです。あと空気圧ね、きっちり適正空気圧にしとかんとね、タイヤひび入ったりひび割れしたりね、変摩もするから、そこももったいないんで、特にクラウンは車重があるんで、空気圧はいつも適正空気圧を保ってください。うん、そんな感じで長く乗れると思います。では ね、せっかくクラウンのアスリート乗ってるってことは車好きなね、してやと思うんで、ドライブ、カーライフ楽しんでくださいね。安全運転で楽しんでください。ということで、今日のあっちゃんへの質問コーナーこの辺で終わります。ちょっとね、取り締み出しちゃったりね、悲しい話があったんでね、いろいろ情緒不安定になったところもあるけども、はい、またいろいろ答えていきたいと思います。では、またね、バイバイ。